乱慶道高公安元年7月24日は、鎌倉時代中期の南宋から渡来した禅宗送り名は、大覚禅寺。属性は禅、名は、巨匠。法意名は道高。号は、乱慶。州不良県乱慶有の出身。大覚派の祖。無名形成の法師県長寺の海山。中国州の人。 13歳で出家し、無順師範、北巨漢に学んだ後、末元高志学の法師である無名形成の法を継ぐ。還元4年33歳の時、私そうした、先入寺の総月、大里氏鏡との縁により、弟子と共に来日した。筑前縁学寺、京都先入寺の来号院、鎌倉樹福寺などに偶居。宗風の本格的な臨在集を広める。 また、執権、北条時織の帰憶を受けて、鎌倉に招かれ、太古行遊の開いた、上落寺の十字となった。県庁寺境内県庁五年、北条時織によって、鎌倉に県庁寺が創建されると招かれて、解散となる。県庁寺は、純水前の道場としては、英才の開いた、筑前国の昌福寺に次いで古い。創建当初の建長寺は、 中国語が飛び交う異国的な空間であった。当時の県庁寺の十字は、ほとんどが中国人であり、無学祖元はじめ、主だった都来像はまず県庁寺に入って、十字となるのが慣例となっていた。社籍集を表した矛盾は、雑談集の中で、県庁寺はまるで異国のようであるとの感想を、記している。猛古従来の際、元からの密定の疑いをかけられ、 甲州や欧州の松島、伊豆国に移された。その時、修禅寺の改修を行う。後、京都県民寺、寿福寺、鎌倉善光寺などの十字となった。一時、残限によりカイノ国に配慮され、東光寺などを再興したが、再び県庁寺に戻り、公安元年7月に、同寺で没した。乱慶道高の後継として、無学祖元が来日した。 乱敬、道高の真奏は、当時の資料から、多数制作されたことが確認できる。代表的な肖像画は当項目冒頭の、乱敬、道高像で、上段に記された、乱敬、道高の持参により、文永八年明前禅古寺のために描かれたとわかる。像の黒目の周りを銀霊で縁取っており、これは、他の真奏、肖像画には見られない手法である。 県庁寺には他に、乱景、道高金品図や、乱景、道高の孫弟子にあたる大挙元こと武器が火略4年に、霊赤女芝より3を書いてもらった、乱景、道高像がある。肖像彫刻としては、県庁寺世ライアン解散同所在の、乱景、道高座像が、代表作で、自弱の前後に制作されたと推定される。瞳は、玉眼ではなく、 瞳だけを水晶として上から貼り付け、瞳の中心の黒の周囲に放射線状に近霊線を引いており、これも他に例がない。持参像とも共通する。こうした名の関わりは、雲水たちを厳しく見つける乱景、道高の眼光表現だと考えられる。県人寺に白いにある、乱景、道高座像は遠方四年物資、工場作だが、像の中には、 古い東武像が入っており、こちらは、写実的な面棒表現から、蘭景自弱前後の作だとみなせる。現存する、蘭景、道高の肖像画としては、聖イ院、大覚禅寺像、福岡県、昭福寺、大覚禅寺像、滋賀県、永元寺の、蘭景、道高像、宮城県、随岩寺、静岡県、岡県岡県修禅寺などがある。彫刻は、鎌倉。 上落寺の、乱慶道高蔵長野県、西岸寺の、大角禅寺橋蔵などがある。乱慶道高筆、保護乱慶は、牧籍の処方の基礎を成した超速野の書をよく学び、その場利息これの書符を日本に最初に移入した人物として、日本書道史上、注目される。したがって、乱慶の書は常に、超速野の書と比較される。著に 大覚前寺語録がある。牧石として、法語、規則が、県庁寺に所蔵されている。国宝指定名称は、大覚前寺牧石法語、規則は、未無地陰しかも高校の文に始まる。法語と、長老取材に始まる、規則の追復になっている。法語は、周宗の怠慢を今しめ、三千弁道を教示したもので、規則は、 行期の厳格を要求し、違反者には罰を科す者。いずれも、大学習威力に収められている。書式文章ともに禁言で、確固たる字型、大祭の自在な変化、隅々まで行き渡る必性がある。書風は超速のの書の影響が顕著であるが、それに肯定しない、前人の執実な態度が感じられる。寸法。ありがとうございます。